オースティン・オスマン・スパーは、意識と無意識的自己の関係についての独自の理論に、基づいた、自動筆記、自動描画、指汁作成といった、得意な魔術技法を開発した、イングランドの画家である。彼の芸術的な作品は、線の描き方に、熟練の技巧がうかがえる卓越した、素描の腕前を特徴とし、きっとも幻想的とも言い得る、魔術的にして、 性的な継承を多用している。スパーは1886年12月30日、ロンドン市警察官を25年務め上げた、フィリップ・ニュートン・スパーとイライザー・デレイドード・オスマンの息子として、ロンドンのスミス・フィールド・マーケット近くのスノーヒルにて生まれた。5人兄弟姉妹の4番が目であった。母親によればスパーは4歳にして初めてその才能の 兆しを見せた。また、彼が自分の作品を売ることにあまり乗り切れなかったことはよく知られているが、この頃からすでにその兆候があった。1899年、スパーの両親は彼をランベス美術学校の野学に入れた。彼はそこでフィリップ・コナードの指導の下で技を磨いた。14歳の時10ポンドの州議会奨学金を獲得し、 戦外転がパリ万国博覧会の英国美術部門に入選した。15歳の時学校を去り、働き始めた。あるステンドグラスのデザインから、前途有望とされた。彼は、推薦により、無償奨学金を得て、王立美術学校に入学、そこで世紀の美術教育を受けた。彼がデザインし仕事仲間のトーマス・カウェルが制作した、ステンドグラスは、 現在、ビクトリアアルバート美術館にある。その後ほどなくして、父親の強い勧めでしぶしぶながら、英国美術院に出展の検討材料として、線画二点を送った。結果、一点の偶意画が認められた。英国美術院がわずか16、17歳の少年の作品を展示したということで、ちょっとした話題となった。この青年期において、すでにスパーは、 自分の卑怯的思想を作り上げることに沈潜していた。1907年10月、スパはロンドンのウェストエンドにあるブルートンギャラリーにて初めて本格的な展示会を開いた。この展示内容は実に印象的で深淵かつグロテスクでもあり賛否両論となった。これらの要素は前衛的なロンドンのインテリたちの目を引き、おそらくはそれによって イギリスの悪名高い登山家にして魔術師であり詩人であったアレースタークローリーに見出されるに至った。彼らの出会いがどうであれ、二人は確かに互いを知っていた。彼らの交流は1907年か1908年頃から始まったようで、スパーからクローリーに向けられた1908年の日付入りの検定時が書き込まれた1907年版、半獣神たちの書が、 ある個人コレクションの中に存在すると言われている。二人は文通するようにもなった。スパーがアレースター・クローリーとジョージ・セシル・ジョーンズによって創設された AA のプロベーショナー、仮参入者となったことはほぼ確実である。スパーはクローリーの定期観光物ザイクイノックスに小さな線画を4点寄稿しているし、クローリーが書物と ローブと被り物と共に写っている1910年の有名な写真と同じように両手をこめかみに当てたポーズを撮った若きスパーの写真も残っている。クローリーとスパーの間柄がどのような性質のものであったにせよ、その関係は長くは続かなかったようで、スパーの快楽の書の一節から彼が儀式魔術や魔術師らを好意的に見ていなかったことは、 疑いの余地がない。また、スパーが、聖魔術に、日本の花瓶直径9センチメートルを利用したという、話を、ゾズ・スピークス、から黒の忍は引用し、また、スパー本人が、クローリーの法の書に対して、嫌悪感を持ち、スパーが、法の書を書くと、ケネス・グランドに述べていることを紹介した。またある、モノラは、儀式魔術を賛美する。 彼らは耐えきれぬほどの放悦を享受していると思われているようだ。我らが精神病院には人がたむろし、舞台には人が溢れかえっている。我々が象徴的存在となる。それは単に象徴化するがゆえにだろう自分で自分を大いにつけるとするなら、私は王となるだろうか。むしろ嫌悪か哀れみの対象となるはずだ。これら魔術師なる者たち。 その不実さは彼らの無難さだ。バイシュニアドに出入りする、無意図色のスカシ野郎に過ぎない。1911年12月4日、スパーは女優でダンサーのアイリー・ガートルードショーと結婚した。二人は何年か前に出会っていた。スパーの作品に彼女が及ぼした影響がいかばかりであったにせよ、正式に離婚することはなかったものの結婚生活は、 長続きしなかった。二人は1918年か1919 19年頃に別れた。画家とその妻の肖像、1912年3月26日、アウスト、署名、日付入りで記されたスパーの作品が知られている。色チョークと鉛筆で仕上げられたスパーの頭部がそこに見られる。ほんの数本のおぼろな描線で仕上げられた片方の側には、 うつむき加減に頭をかしげ目を閉じた、修霊な女性の顔を見ることができる。1913年秋、スパーは、快楽の章、自費出版した。この本は、彼の卑怯的思想の全面的な改陳となった。第一次世界大戦中の1917年、スパーは、英国陸軍に徴用され、英国医療部隊の衛生兵として、ロンドンの病院で働き、 1919年には公式の戦争画家に任命された。この資格を持って彼はフランスの戦場を訪れ英国軍部隊の働きを記録した。遅くとも1927年にはスパは現代社会への剣をあらわにした態度を取るようになっていた。彼が戦争のおぞましさの情景を記録して過ごした年月 その後の経済的不安定の時期と事業の失敗、それに加えて、彼の作品や思想が、たびたび酷評されたこと、そうしたことどもが彼をかかる心境へと追い込んだのかもしれない。原因が何であれ、スパーの嫌悪は同年出版された、ゾスの呪い、呪い、偽善者たちへの説教にはっきりと表現されている。これが彼の最後の出版物となる。 犬たちよ、自分が王としたものをむさぼり食うがいい。お前たち皆呪いあれ。後ろ向きな者たち、カンプたち、おべっか者たち、死体を食い物にする者たち、こそ泥たち、薬漬けの者たちよ。天国は病院だと言ったら、お前たちは、信じるかイギリスのジャーナリスト、ハメンスワッファーの伝えるところによると、1936年に、スパーは、 国際的な名声を得る機会があったがこれを誇示した。一人のドイツ大使館員がスパーの自画像1点を購入してヒトラーに送ったと彼は言う。スワッファーによれば相当は痛く感銘を受け自分の肖像を描かせるべくスパーを招待した。スパーは代わりにその複製を1枚作り、それはスワッファーの所有するところとなった。スワッファーのノベルにスパーが ヨーロッパを征服し人類を支配することを望んだ男へ送った返答が肖像画の上部に記されていた。その返答は次のように読めるものであった。否定側の立場からのみあなたのことを考えるに心穏やかでいられるのです。あなたの野望と最終目標に我慢できるほど自分は忍耐強くないからです。あなたが超人だというのなら私を永遠に 動物のままでいさせてください。このエピソードは、かつてルフ氏今も伝えられているスパーをめぐる、数々の話の中では、とびきり信じがたいもののうちに入らない。スパーとその人生についてはいくつものの逸話が、語られてきた。魔術的現象について述べたものや、占いもしくは予知の的中、魔法の具現化といったものが多い。 こうした物語の真相については、様々な見解があり得るが、いずれにせよそれらはスパー自らが主張したことと、すっかり整合しているということは言っておかねばならない。1941年、昭偉団が、スパーのアトリエ兼自宅フラットを全開させ、彼から、住みかと健康と道具等を奪った。両腕が使えるようになるまでの3年間の苦闘の末、 ようやく1946年にブリクストンの狭苦しい地下室ではグレネコたちに囲まれながら絵画制作を再開した。その時の彼はベッドもなく古い軍用シャツとボロボロのジャケットを着て作業していた。それでもなお彼は一枚の絵につき平均5ポンドほどしか金を取らなかった。1956年5月15日ロンドンにて彼は死去した。 69歳であった。スパーの作品は著しく種類が豊富で、絵画、おびただしい数の線画、パステル画、エッチング、文章と絵を組み合わせた、交換書、さらには奇妙な蔵書表まである。彼は、最初期から死ぬまで多作であった。スパーは相当の才能を持った、有望な画家とみなされたが、その作風は一見して、物議を醸すものであった。 彼の作品に対する批評家の反応は何とも表しがたいが印象的ではあるというものから見下して切り捨てるものまであった。1922年10月から1924年7月までスパラはクリフォードバックスと共同でチャップマンホールパブリッシャーズの期間誌ゴールデンハインドを編集した。これは短命に終わった事業であったがその短い発行期間に 同志は、スパーや他の人々の手による印象的な人物像やリトグラフの数々を再録した。スパー、アラン・オドゥル、ジョン・オーステン、ハリー・クラークは1925年にセント・ジョージ・ギャラリーで、1930年にはゴドフリー・フィリップス・ギャラリーズで共同展示会を行った。1930年の展示会はスパーが17年間開いてきた。 ウェストエンドでの展示会の最後となった。30年代後半、彼は、東映歪み像の対数的型に基づく、サイドリアリズムと称する絵画様式を開発し、これを展示した。この仕事はうまく受け入れられたようである。1947年、彼は、古典のために200店長の作品を制作し、アーチャーギャラリーにて、展示会を開いた。この展示会は、 成功を収め、戦後のスパー再評価のきっかけとなった。スパーの魔術体系、キアイズムに関しては、彼の用語は唯一無二であり、他の諸伝統に由来するものではない。キア、イッカー、シカーのような独創的な概念は、スパーの最初の本、地上の地獄において初めて導入され、概念上は、性の焦点に至るまで一貫している。 オカルティズム全般へのキアイズムの影響も注目に値するが、キアイズムとは、自己の成長のための具体的な方法でも、何らかのまとまった教えでもなく、個々人が、自分独自の哲学体系や魔術体系を考案する、ことを要請するものである。キアイズムにおける思考の状態である、キアは次のように説明される。自由であるところの絶対的自由は、リアリティ。 現実、実在、足り得るほどに強力であり、いかなる時も自由である。故にそれは自由という観念ないし、手段によって潜在するのでも権限するのでもない。そうではなく、エゴがそれを自由に受け取ること、それについての観念から自由であること、信じないことによるのである。しかしながらスパーは、随所で、しきりに、キアは、定義不能であって、いかなる定義をもってしても、 一層不明瞭になるだけだと強調している。キアイズムは信念と欲望を大いなる二元性とする。この体系においては、エゴ、自我は一つの存在に属する自己の一部であるが、自己は存在全体を包み込んでいる。各々の,の,の人間、存在は意志として欲望を発する。この欲望は新たな信念を創造し、信念は 新たな概念を崩壊することによって、エゴを形成する。スパーはこれらの概念を、エゴに対応する、様々な人格を形成する、信念の副産物と名付ける。しかし、上述の意志は、不完全な、小文字の意志である。大文字の意志は、自己の王国にあり、キアに関わる。自己イコール愛は、笑いの感情によって引き起こされた、心的状態、気分。 ありさまであり、概念に先んじた理解を可能とするための、エゴの認識、または普遍的結合を可能とする原理となる。従ってこれは、エゴの文法の自己統制的な内省ではなく、社会的諸関係に囚われることも、その中に、すっかり同化してしまうこともなく、いかなる望まれた、社会関係の束にも自由に移行し得る、アイデンティティの中核にある空務である。 自己の意味の確信は、自己イコール愛であって、特定の振る舞い、信念、生活パターンの集合体を要約するラベルではないが、故に、人は、自己規定の必要なくして、運動と表現の、大いなる自由の状態を達成する。聖なる、アルファベット、または、欲望のアルファベットは、欲望を表現するために作成されたとも考えられる、単純化された指汁である。 欲望のアルファベットの哲学的背景は、快楽の書に小説されている。スパーの観光物の中に現れた、最初の指示る式は2冊目の、半獣神たちの書に見ることができる。彼は一組のカードをデザインして使用した。彼はこれを、アノンの闘技場と称し、カードの一枚一枚には、欲望のアルファベットの一文字を変形させた、魔術的紋章がついていた。 ピーター・ジェイ・キャロールは、スパーの技法のいくつかを、その著作、無の書、精神公開者において、採用、本案し、広めた。大雑把に、ケイオス・マジックと呼ばれている、魔術運動の一部として、スパーのアイデアと技法のある程度の部分が取り入れられ、浮上したが、キャロルや、レーシャー・ウィンといった、著述家はそのキーパーソンと見られている。上に列挙した本の大半は、 現代の復刻版にて、入手か。もっと行き届いた目録は、クライブ・ハーパー、リバイズド・ノーツ・ツ・ツ・ワーズ、A ・ビブリオグラフィー・オブ・オースティン・オースマン・スペアを参照のこと。スパーの死後に刊行された特筆すべき本としては、ボエムズ・アンド・マスクス、A ・ブック・オブ・オートマティック・ドローイングス、ザ・コレクテッド・ワークス・オブ・オースティン・オースマン・スペア、アキシャ・マータ・ンザ・ウィッチーズ、サバス、 フロムザインフェルのツーゾズ、ザブックオブアグリーエクスタシー、ゾズスピークスが挙げられる。ありがとうございます。